迷子の子猫探しも結構大変なんだね。まさか木登りして降りられなくなってるなんてね。でもそこがまた可愛いよですね。飼い主さんも喜んでくれましたし、よかったです。うんうん、子猫も抱っこされて安心してたし。そういえば、ワッシーも昔神社の境内で猫と友達だったんだ。そうなの？まだあの頃の記憶、思い出してないことも多くて。かわいい猫たちだったよ。次郎丸、三郎丸って名前だった。なんというか、統合らしいネーミングね。かっこいい！きっと侍だね、その猫は。しかし、乃木もすっかり勇者部に馴染んできたわね。みんなといると楽しいし、勇者部の活動、とっても面白いからね。そう言ってもらえると、部長として鼻が高いわ。ほんと、部長様々だよ。褒めても女子力しか出ないわよって普段なら言うところだけど、今日は違うわ。何か出るんですか、風先輩。何かな、何かな。今度の土曜日、勇者部一同は乃木園子歓迎&文化祭大成功を祝して打ち上げ会を行いまーす。おお、打ち上げで、あれ、ユナと乃木だけ。お金とか旅館の予約とかは大丈夫なんですか。お姉ちゃん、変なことしてないよね。してない、してない。前にボランティアやった旅館あったでしょ。あれが好評だったみたいでね、またお願いされちゃって、日曜日にお年寄りたちのお相手をすることになったのよ。で、その報酬というかお礼ってことで、土曜日に前乗りして一泊しませんかって。それで打ち上げを思いついたんですね。そういうこと。みんなの体も良くなってきたし、そろそろパーッと遊びに行きたいなと思ってたところだったから、ちょうどいいでしょ。もう土曜日はちょうど空いてたし、行ってやらないでもないわ。と言いつつ、内心はウキウキの三好かりんなのだった。変なナレーション入れるな！日曜日の部活をしっかりこなすのは大前提だけど、みんな明日は思いっきり楽しもうよ！おー！そのっち、眠いの？みんなとお泊まりだって思ったら、昨日の夜はなかなか眠れなくて。おお。
眠気なんか打ち上げ始めればどっか行っちゃうんだから。そうだよ、もう一頑張りだよ、そのちゃん。うん、頑張って学校まで歩くよ。そのち、行くのは学校じゃなくて旅館よ。それでは文化祭大成功と私たちのお役目終了とみんなの体の回復と乃木園子の入部を祝して乾杯。乾杯。乾杯の後で言うのもなんだけど、祝う項目が多すぎじゃない？すごくまとめたね。じゃない、いわゆることが多いってのは。それに目的はみんなでお菓子食べて楽しく過ごすことなんだから。から食べるか悩んじゃうけど、ここに東郷さんのぼた餅があったらな。ゆうなちゃん、抜かりはないわ。はい。おー、やった、重箱いっぱいのぼた餅だ。みんなにたくさん食べてもらおうと思って、うむは言わせない。分かってるわよ。ワッシーのぼた餅を食べたら他の和菓子が食べられなくなるよ。そんな褒めすぎよ、そのっち。今日は宴の日、無礼講である。大いに飲み、大いに食らい、大いに語り合おうぞ。もちろん飲むのはノンアルコール、お酒は二十歳になってから。これで私は上がり。ドヤ顔されてもあんた平民だからね。いいのよ、貧民大貧民にならなければ。貧民と大貧民にはもちろん罰ゲームよ。残りはゆうゆ、わっしー、いっつんだね。罰ゲームを逃れられるのはあと一人。みんな頑張って。お姉ちゃんが考えてる罰ゲームはなんだかわからなくて怖い。パス。私も出せません。それじゃあスペードのジャックで。うっ、まだそんな強いカードを隠し持ってたなんて。作詞、いつきちゃんは作詞ね。でもそれよりも強い数字は連続では出せないはず。かけて一気に突き落とす。いつきって案外 S？ そんなことないですよ。ほら、可愛さの結晶体みたいなうちの妹になんてことを言う。まあでも実は勇者になった時の武器や攻撃方法は一番容赦ないと思っていた。お姉ちゃんもね。
まあそれは冗談として、ユーナと統合には罰ゲーム。はーい。逃げも隠れもしません。それにユーナちゃんと一緒ならどんな処罰だって。統合さん、そこなんか悲劇の主人公みたいにならない。だいたい処罰っていうかただの罰ゲームだから。さて、仲良しの二人にふさわしい罰ゲームはこれ。それはポッチーですか？イエース、チョコがコーティングされたスティック状のお菓子ポッチー。それで何するの？ポッチーゲームって言われる9世紀から伝わる伝統的な宴会での余興よ。9世紀から？私も知らないそんな文化があったなんて。歴史に詳しい統合でも宴会のゲームにまでは通じていなかったよね。んじゃあどんなルールか説明するわね。お姉ちゃんの笑いが怖い。1本のポッチーを2人の人間が端から食べ進めていって、先に口を離した方が負けってゲームよ。簡単でしょ。それってなんだ、2人でお菓子を食べるだけですね。簡単ですよね、東郷さん。ええ、それじゃあユーナ、東郷、口にポッチーを。見合って見合って、スモーカー。ユーナちゃんの顔がこんなに近く。東郷さん大丈夫？顔が赤いよ。ええ、大丈夫。これは創作意欲がぐんぐん上がるよ。そして口づけの感触は甘く切ない記憶として、そっとミモリの胸にしまわれるのだった。マル、そのっち嘘を書かないで。接吻なんてしてないでしょ。途中でポッチー折れちゃったからね。わっしー、小説は嘘を書くからこそ小説なんだよ。私のことを書かないで。それじゃあ次は何をしようか。はあ、私眠くなってきました。寝てるし。というかカリンって寝つきいいわよね。そろそろ遅くなってきましたし、お開きにして寝ますか？そうね、明日の部活宴会疲れでやるわけにはいかないしね。じゃあ私は寝ます。私も。二人とも早っ。布団先に敷いておいてよかったわ。じゃあ私はお風呂に入り直してくるから、東郷も樹も先に寝てていいわよ。はい、遅い時間になると温泉も空いてていいわ。
能の次はあれね。の後はマッサージよね。この言った気持ちいい感覚、思わず声が出ちゃう。本当気持ちいい。せ、乃木、あんたも来てたのね。寝たんじゃなかったの？にぼっしーに抱きつかれて目が覚めちゃって。ああ、カリンは抱きつき癖があるのかも。前に泊まりで海へ行った時も私抱きつかれてたし。あれ、その時は部長が抱きついてたってゆうゆがいつか言ってたような。何言ってるのよ。私がカリンに抱きつくなんてあるわけないじゃない。そっか。あー、肩と背中がグリグリ。あー、その年でマッサージチェアをたしなめるとは。乃木もなかなかね。試しに使ってみたら癖になっちゃいそう。あたしも、肩凝ってるとかじゃなかったけど意外とハマっちゃって。だよね。こんなに気持ちいいのに、いつきはくすぐったいって言うのよね。かぁ、いつの言うこと、ちょっとわかる。背中とかに来ると、うふってなるもん。それがいいのに、来た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 。それにいつきってば、私が声出してるとおじさんみたいだって言ってきて、そんなことないでしょ。独り言でよく言ってるおじさんいるよ。ああ、聞くって。私はそんなこと絶対に言わないんだから。あ、ははは、聞くわ。言ってる、言ってるよ。くぅ、思わず声が。乃木は今回の合宿のこと、ご家族に何か言われなかった？うん、大丈夫だったよ。楽しんできなさいって。ならよかった。昨日行った後、失敗したかなってちょっと不安だったのよね。馴染みまくってるけど、入部してそんな経ってないし、外泊も初めてだったから。すぐ馴染めたのはみんなのおかげ。
入部初日にも亀屋で歓迎会してくれたし。そう？乃木の性格って気がするけど。そうでもないよ。それにしても部長はすごいな。ん？何が？部長はいつもみんなのこと考えてるんだなって。さすがにもう褒められても何も出ないわよ。今回のお泊まり合宿だってみんなのためでしょ。戦いは終わったって一区切りつけるために。ま、大それたものじゃないけど、せっかくの機会だったから。みんなの体が元に戻って、ユーナが元気になって日常は帰ってきた。だからこそどっかで一区切り欲しかったのかも。きっとみんな喜んでるよ。部長と比べると昔勇者をしてた時の私はあんまりリーダーっぽくなかったかも。そんなことないんじゃない？バーテックスを退けて世界を守ったんだから。乃木は誰にも文句言われることないくらい頑張ったでしょ。それに私だってリーダーとして立派だったかなんて聞かれたら簡単にはうなずけない。そんなことないと思うけどな。自分から誘った勇者部の本当の目的を最初に打ち明けられなかったし、あの時は私たちが勇者に選ばれなければこのまま話さないでおこうとも思ってた。それに勇者に選ばれた後も樹が恋を失ってもう戻らないって思った時は、私が樹の夢を奪ったって考えたら自分を抑えられなかった。あの時ユーナたちが止めてくれなかったら本当に何をしていたかわからないわ。部長は悪くないよ。大事な家族が、友達が傷ついたら、満開の危険性が分かってたのに秘密にされてたら、怒って当然だと思うもん。乃木？私たちの時はね、いくつもあるグループの中から勇者が覚醒するんじゃなくて、初めから勇者になる人間として選ばれたの。だから戦うことの危険性は初めから理解してた。精霊がいなかったから死んじゃう可能性があることも。だからミノさんが死んだ時もすごくすごく悲しかったけど、理不尽だとは感じなかった。だからね、やっぱり知っているってことは重要だったと思うんだ。大社はもっと部長やユーユのことを信頼すべきだったんだよ。きっと満開の危険性を知っていてもみんなは戦っていただろうしね。ユーナも似たようなこと言ってたわ。そっか、ユーユらしいよ。それに戦いの危険を知ってるからこそ日常をより大切にすることができる。友達と一緒に笑い合える時間がかけがえのないものだってわかるから。だから
どんなに危険でも、ひどいことでも、大社はみんなにすべてを話しておくべきだったんだよ。うん。ねえ、部長？戦いが終わって、部長はこの日常がすごく大切だって、前よりもずっと思うようになったでしょ？うん。今は前よりももっとみんなと過ごす日々が大切だって思える。きっと他の勇者部のみんなもそう思ってるよ。だからね、私たちはもっともっとこの日常を楽しまないといけないと思うんだ。だから部長は自分のことを責めて暗い顔しないで、ずっと笑顔でいた方がいいと思う。なんか私が慰められてるみたい。どっちが年上だかわからないわね。年下でも勇者としては先輩だからね。先輩か。私には今までそういう存在がいなかったから、少しだけ新鮮かも。ありがとう、乃木。ううん、その子。やっと名前で呼んでくれたね。嬉しいな。これからももっともっとこの勇者部の日々を楽しんでいこう。そうしたら私の創作意欲もどんどん刺激されるからね。創作意欲？私、小説書くのが趣味なんだ。へー。勇者部のみんなの仲良しな様子が小説のネタになるんだよ。さーて、そろそろ部屋に戻ろっか。そうね、あんまり夜更かしして明日起きれないと部長として立つせないし。何悩んでるの、そのちゃん。部長をモチーフにした小説を書こうと思ってるんだ。でも、なかなか話がまとまらなくて。え？私をモデルに？となるとやっぱり女子力あふれる私のラブロマンスね。あんたをモチーフにするんだったら大食い大会の話とかじゃないの？何を？どんな小説なの、そのっち。あの夜はいつもの元気な部長と違って、守ってあげたくなるような可愛さがあったから、裏に隠された可愛さを書いた話にするよ。あの夜、守ってあげたくなる可愛さ。一体何があったんですか？何があったのよ。何もないわよ。変な言い方するな。騒がしいけど温かい日々、こんな世界の中にあるかけがえのない日常、この日々を私はいつまでも大切にしていこう。